はい、どうも皆さん、こんにちは。薩摩です。今日はですね、樹齢15年のデコポンの剪定をやっていきたいと思います。はい、いつもの徒長枝ね。これこっちも、これはね、やっぱりいりません。切ります。結構長い、これ、ほら。ね。はい。このデコポンのトゲはね、結構硬くて長いんで、気をつけてください。ほんと刺さります。これかな、これ。ちょっと覆いかぶさってるんでね、切ります。そしてこれね、下につ、きそうなんで切ります。これ変な方向に伸びてきてるね。切ります。細かく。はい、いいでしょう。これもいらない。はい、上に行きます。この立ち上がってる枝をね、切ります。はい、これ切りました。ね、しっかりこれ横の枝にね、力が移行してくれればいいと思います。若干混んでるんでね、この下枝を切りたいと思います。これ。はい。奥の方も切ろうかな。で、枯れ枝ね。これ絶対切っとってください、枯れ枝は。はい、この木ね、この木を1本丸々切っていきたいと思います。結構混んでますね。Bye-bye.
はい、なんかこう切りすぎじゃないかって思われた方、これぐらいでちょうどいいね。切ってます。これでだいぶすっきりしましたね。はい、これはですね、去年、種子を切ったやつです。しっかりね、この右側の枝にね、力が移行しております。はい、これも去年切ったやつなんですけども、見てください。これ失敗です。徒長枝が、立ち枝がボンボン出てきてます。ほら、トゲもすごい。これはですね、こうならないようにしたいんですけども、これは失敗しました。はい、当然切ります。さらにね、この下の分岐の方から切っていきます。はい、今度こそね、この両脇の枝にね、しっかり、移行してくれるかと思います。力がね、分散してくれるかと思いますんで、いいと思います。はい、もう一本ね、切っていきたいと思います。これはさっきの木よりもね、でかい。どのぐらいあるかな、これ。直径5メートルぐらいありますかね。樹脂を切ったところはね、こんな感じです。左側の枝とこの右側の枝、これね、これにしっかり、力がね、移行してくれると思います。発見しました。デコポンです。ちぎり忘れ。食べまーす。もうなんか水をやってるんで、あれかもしれんな、あんま美味しくないかもしれんですね、これ。おい、硬っ。
硬いぞ。よし。うん。なんかシュワみたいになったね、今。食べます。うん、これデコポンだ。うん、ほら真っ黒です。手がちょっとトゲがね、刺さりまくったんですよね、めちゃくちゃ。ほら、いやそんなないか、3箇所ぐらいですかね、これ。トゲにはね、気をつけてくださいね。足の裏にも刺さりますから。はい、今日はここまでです。よかったらチャンネル登録お願いします。